クリミア連邦大学で新しい学生センターと事務センターを建設中クリミア連邦大学は2014年にロシア連邦がウクライナ共和国のクリミア自治共和国から独立宣言の地ロシア連邦加盟を決定したクリミア共和国で同年に首都のシンフェロポリに創立したロシア連邦大学である。1918年創立のタブリダ国立大学など5つの大学。 八つのアカデミーと研究所、クリミア全土の十一の支部、七つの科学機関を統合して設立された。クリミア自治共和国で最大の高等教育機関になる。ウクライナ人でソ連邦時代に活躍し、ウクライナ科学アカデミーの創立者でもある科学者のウラジーミル・ベルナツキーに敬意を表して名称が付けられている。2020年1月1日までに、 ロシア連邦政府ロシア科学高等教育省はクリミア共和国における研究機関と教育機関を統合しデジタルバレープロジェクトの枠組みの中に入れる目論みである。2014年8月4日にクリミア連邦大学へ合併に加わったのは次の教育機関及び研究所である。教育機関は合参加し、研究所はクリミア科学センターなど7つの研究機関が 参加した。総学生数は34,355人。大学関係者は6,567人に達した。2015年3月、大学の認証を受けている。ありがとうございます。